五辻安中は、日本の公家、官僚、家族、子爵、五辻家31代当主。山城国京都で、左平佐、五辻高中の息子として生まれ、父の養子、五辻継中の養子となる。安政5年10月28日に元服し、昇殿を許された。元治元年7月19日の禁門の変では、長州藩士のため画策し、三朝廷士、他人面会、他行の禁止を命ぜられた。慶応3年1月赦免となる。同年12月9日、王政復興を迎え、三職書記御用掛となる。慶応4年2月20日、参与、内国事務局判事課正に任じられた。その後、内国事務局兼判事、弁事、兼弁事、壇上代筆、弁官事、小弁、神楽長、式部助などを歴任。小納言、侍従を歴任。明治4年11月12日岩倉使節団の岩倉具視に随行して欧米に渡り、明治5年12月に帰国した。1873年4月14日、父、高中の隠居に伴い家督を継承した。その後、式部料理次官心得、家族第三部長、宮内省御用掛、家族局勤務、兼式部料御用掛、家族局主事、爵位局次官、大前大部などを務めた。1884年7月8日、子爵を除爵した。ありがとうございます。